中川先生の優しいビジネス研究。本日はですね、ちょっと経営学者として心を込めて提案をしたいと思います。新卒一括採用、とりわけ現在の形で行われている人事部が一括して新卒を採用して各部門に配属していく、このやり方というのがいかに非合理であり、改革改善を必要とするものであるのか、経営学者として経営理論から解説をしていきたいと思います。 どうか皆さんにはしっかり受け止めていただいて自社の人事制度の改革に使っていただければと思います。ここでいう新卒一括採用についてちゃんと定義をしておきましょう。まあこちらは Wikipedia などに載っている定義とほぼほぼ同じようなものなんですけども、企業が その年度に卒業予定の学生さん、いわゆる新卒者さんを対象としまして、毎年年度ごとに一括して何十人とか何人というような単位で求人をしまして、それを人事部さんがガバッと取っていく。この在学中に採用試験なんかをやっていって、言うて今本当はお互いが住んでおりますから、もう最終年次になる頃には内定を持ってるなんてことが起こってくるわけなんですけれども、 そして卒業したならばすぐにそれで一括採用してそれぞれの人をトレーニングを施した後に部門に配属していくこのような日本独特の経営観光のことですそうなんですまあ日本独特だというのはなんとなくご存知の方もいると思いますけれども諸外国では日本でいういわゆる都度採用なんですねある職場においてポストに欠員が出たならばその欠員を補充するために募集を出していく ま、ですから、卒業してすぐにそのまま就職というよりは、そこから就職まで、いろんなところに求職求人を出しながら、ジョブマーケットに入っていって、何ヶ月後かに就職をするという形が捉えているわけです。 まあ、とはいえですね、アメリカなんかでも今日ではハーバードとかそういう優秀なところの学生さんというのは卒業時点で内定を持っているというのは一般的ですけど、それにしたって在学中に空いたポストに対して個人的にエントリーして、いわゆる都度採用の形式で、よしじゃあえ、君は卒業後ここに来てくれたまえというふうに決めて進んでいくわけです。日本においてその歴史は古くてですね、明治期にはスタートしていたと。 やっぱり優秀な学生さんを早くに取りたいわけですよね。こうこう成長が著しかった時代に人材不足の中で早くに取ってしまいたいということで、企業の中では強力な人事部というものが作られまして、その人たちがこぞって早いうちに若い学生さんを集めてくる、そういう観光が生まれていたんです。 この傾向はとりわけ戦後すぐの時代、1950年代頃に人材不足が顕著になった頃に必死にとにかく若い人をかき集めてこよう若い人は金の卵だということで新卒を争うようにして採用したのが、未だに令和の21世紀になっても続いている状況になっているわけなんです。 それじゃあねもう一気に本丸に迫っていこうと思いますけどもこの新卒一括採用というのがどの部分に問題があるのかといえばですねポイントはこれなんです理解のためのポイントは日本の人事部は世界的にに見て異様に権限が強いいんんだととうことなんですね先ほどもちらりと申し上げましたが諸外国においた都度採用なんです たこの下の絵に描きましたように、例えば、製造で欠員が何人出ましたかといったら、そのポジションについて人を求めますという形で、製造部が求人を出すわけなんですね。そして、その製造部でエントリーしてきた、この部門で働きたいです、製造で働きたいですという人と面談をして、スキルだとか意欲みたいなものがパチッと合う人を採用する。 それは技術でも販売でも各部門で同じでありまして部門としてこういう人が欲しいんですこういう仕事ができる人が欲しいんですこの求人を出しまして求職者たちもそこに対してあ、これは自分がやりたい仕事なんだということでエントリーしていくお分かりいただけますよねこの構造というのは理論上ミスマッチなんて起こり得ないじゃないですかだとすると人事でミスマッチなんてのが起こる日本がおかしいと思いませんか 普通に考えてその仕事をやりたいというのでエントリーしてきた人そしてそのやりたいという人の中からうちのポストうちの職場に最もハマる人を選んでいるわけですからこの形であれば理屈の上では人事代のミスマッチというのはよっぽどどっちかが本当の情報を取得しているそういう状況でない限りは起こりにくいわけですもうここまで言えば新卒一括採用の何が問題なのか皆さんもお分かりいただけたと思います 日本では、この明治期から続き昭和の時代に確立された新卒一括採用の仕組みの中で、人事部が大変に強い権限を持って、製造はどういう人何人欲しいの技術はどういう人何人欲しいの販売はどういう人何人欲しいの各部門から聞いて要因の人数を出して、今年の新卒で何十人欲しいんです。これを取りまとめるわけですね。 もちろんどういう部門でどういう人が欲しいのか、人材の質的側面も聞きますけれども、そして人事部はまさにこのエージェントとして、 各現場の部門と求職者とをつなぐ役割をするわけなんです。人事部門は人事部の中で独自の基準で面接採用を行い、もちろん途中の、その中では製造部長さんとかにも会ってもらったり、執行役にも会ってもらうわけなんですけれども、最初のスクリーニング等は人事部門が一括して行って、そして人事部門のところでごそっと何十人か集めた人を、後ほど4月以降に配属させていくことになるわけです。 そりゃこの構造のもとでは、うまくやればミスマッチは減りますよ。減るっていう表現でわかりますよね。構造的に起こり得ないのと、構造的に起こり得てしまうというのは根本的に違うわけであって、まあ、この新卒一括採用のどこに問題があるのかといえば、時期が決まっているということであるとか、 早いうち内定を出してしまうことではなくて、人事部がゴバッととりあえず人数集めて、スキルとのマッチングというところを完璧にしないままになんとなく集めた人たちを、お前はここ、あなたはここ、あなたはここ、というふうにやっていくから、ミスマッチが構造的に起こってしまうんだということです。 ですから、配属ガチャなんていう言葉があるのは本当に日本だけなわけですよね。これ大問題だと思いませんか誰のためにもなってない。本人もやりたかった部門に行けなくて、一気にディモチベーション。4月の時点でディモチベーションするんですよ。そんなことあっていいと思いますえそして部門としてもですね、そんな新人がやってきて、君本当はここに来たくなかったんだってなぁと、まあとりあえず頑張りーなんていうふうに部長さんが声かけなきゃいけない。その部長さんの気分にもなってくださいよ、ということ。 さらにさらに言えば、そんなミスマッチへリモチベートして、スキルが生きるわけでもないような仕事についていくとすれば、企業の競争力減退にもつながってしまいますし、ひいては日本経済の非効率化にもつながってくるのであるとすれば、どうしてこの配属ガチャなんてのが起こる人事部門で一括採用するなんて仕組みが多く使われているのかという話です。 これは私の教え子で実際にあった話です。会社名は出しませんけれども、まあ、日本の大きな会社です。カンパニーがいくつもあって、内定時にはどこに所属するとも先生わかんないんです、なんて言うんです、えー。大きい会社に就職できてよかったね、と私は言うのみですよ。えー、そして、えー、じゃあいつ配属先決まるのと、4月以降適正を見ながら決められるそうなんです。 で、結局、この私のゼミで、経営戦略論とかイノベーションとか新規事業を学んだ子が、まあ、ローテーションなんかその人いろんな資質を見出してくださったからなんだろうとは思うんですけれども、差し当たって20代のうちはずっと経理の仕事をするということになるわけなんです。まあ、経理の仕事、大切な仕事は、私もあの、確かに、ここが会社の根幹だっていうのはわかるわ、わかるんですけども、 何にせよ本人が希望した新規事業を起こしていくだとか営業とかそういうところでは内部門に配属をさせられてしまうということが起こってしまうわけです。これで本当に企業のためになっています。本人のためになっています。社会のためになっています。そのように考えるならば私は本当に早々にこの一括採用の少なくともこの人事部が一括でやるというのは変えなければいけないと考えています。 じゃあ、どうやって改善改革すればいいかなんですけど、見えてるじゃないですか。まあ、本当の意味でのジョブ型雇用というのはこれですよね。仕事内容を明確に、このポストにこういう人が欲しいです。それを都度求人を出していく。 そして技能があり、そこにやりたいと願う人、あるいは技能がそこに十分になかったとしても、新卒でそこにアプライしたい、チャレンジしたいと思う人が、そこにエントリーして、企業としてもそれでその人の可能性を見出して、採用すればいいわけじゃないですかえ。結果本人は行きたかった、自己決定ができたわけですね。自分の意思でそこにアプライして、そこに、えー、アサインされたということになるわけですし、企業の側からしましても、 この部門でこういう人が欲しい、そういう人を取れたと自己決定をしているわけですから、その中でミスマッチが起こってしまうことは確率的には存在しますけれども、少なくともお互いが自己決定した結果として、この人を取りたい、ここに行きたい、これがちゃんと握れているわけですから、入り口の部分でミスをしてはいないわけなんです。ジョブ型という言葉が一人歩きしていますけれども、それを機能させようと思うなら、まずここからです。 ここに手をつけないで新卒一括採用ししなながらジョブ型公園なんんてて言ったったおかしいいでですよという話まあねでもここまでなんだか非常に強い言葉を使ってきましたけれども言うてうちの会社で新卒一括採用を変えるなんて大ごとでとてもじゃないけどできないというのははい分かっているつもりですえ。というところで妥協案としてといいますか事前の策セカンドベストの策として提案されるのが人材ポートフォリオという考え方です。 つまるところ人事部が各この製造部だとか販売部だとか技術部だとかからちゃんと欲しい人材のプロファイルをしっかり受け取って何人ぐらいどういう技能でどういうタイプの人が欲しいんだこれをしっかり受け止めてそれで求人を出していってそれぞれの部門にバチッと当てていけばミスマッチの確率はかなり減っていくわけですよね まあ人材ポートフォリオというのは、ポートフォリオというのは株式投資なんかでの考え方なんですけども、まあ株式投資で言えばこの株を何株、この株何株、これ何株という形に自分のポートフォリオと呼ばれるものの中に自分としてのその金融資産をどう持っているのか、そのセットのことをポートフォリオと言うんです。各種人材ポートフォリオといった場合には企業の中にこういう人が何人、こういう人が何人という形でどういう人が何人ぐらい欲しいのか、 これを企業として明確にしておく。そして、そのあるべき姿と現状との差分の中から、人を雇用していけばいいじゃないのか。これが人材ポートフォリオという考え方に基づいた採用になるわけなんです。 ただね、ここまで聞いて、特に人事の方、人材ポートフォリオを使って、ああ、なるほどね、と、あの二軸図で書いて考えればいいな、なんて思った方いると思うんです。まあ、他の部門の方とかですね、人材ポートフォリオのことを知らない人は何のこっちゃだと思うんですけども、そう、世の中で人材ポートフォリオってこういうもんだと見られているんです。そう、あの、人事界隈で知られている人材ポートフォリオって、大抵この二軸四象限で書くんですよね。あの、なんですけども、ちょっとストレートに言いますけど、 本当にここで人材ポートフォリオをやった気になってるのということを強く言いたい。なんでみんなこの二軸、二本線書くんですかと。で、まあそこにどういう軸にするかっていうのは、人それぞれだったりケースバイケースなんですけども、どうもですね、Google で検索するともっぱらこれしかないと。みんなあんまり思考せずに、なんか偉そうな人がこのモデルで書いたからこれを使っときゃいいんでしょうみたいに使われている嫌いがある。 組織だって働く仕事、個人技能で働く仕事、ルーティンで働く仕事、新規な価値創造で働くようなタイプの仕事、これで二軸四象限に分けて、それぞれのタイプの人材を何人ぐらい取ればいいですかこういう風にして人材ポートフォリオを運用するのだという風にですね、人事系コンサルタントさんなんか言うわけなんですよ。 もう本当ちょっと待てとこれを信じちゃう人事の人たちもちょっとよくよく考えるとこれやった瞬間にさっきのミスマッチ問題再燃じゃないですかと私が言ってる意味わかりますか だってさっき言ったじゃないですか。このミスマッチの原因というのは、製造部で欲しいのはこういう人です。技術部で欲しいのはこういう人です。営業で欲しいのはこういう人です。というように、人材をそれぞれの部門としてこういう人が欲しいっていのを明確にプロフィールをもらって、そこにうまくはまる人を当てがっていくっていうのが人事の腕の見せ所だと言ったところで、 この二軸四証言の中に製造部が欲しい人とか営業が欲しい人、開発が欲しい人みたいな話全然出てこないわけですよね。もう率直に言って人事部門であるいはその中のお偉いさんがうちの会社に創造的な人材が何人ぐらい欲しいねなんていうふうに取ってやったんだとしたならば、ほら、ここでエージェントとしての本文を忘れてしまっている。 各部門がどういう人が欲しいのか、人は、求職者がどういう部門でどう働きたいのか、これをマッチさせるという発想を丸切り捨てて、そんなの後もあれこのポートフォリオで人を取るんだ、なんてことだったら、それはミスマッチが起こるに決まってるじゃないですか。求人というのは、来た生の情報に対して、曖昧にすることなくパチッと当てていく。これが正解なわけですから、 本来人材ポートフォリオというのは製造部門ではどういう人が何人ぐらい欲しいのか欲しい技能はどういうものなのか営業では何人ぐらいどういう人が欲しいのか中途採用が欲しいのか経験です何年ぐらいなのかとかえっとはたまた営業部長さんという人が1名こういう経験を持ったこういう人が欲しいまあこれ中途とかですよねえというような形でこれが人材ポートフォリオですよね もっともっと具体化して各部門にどういう人が欲しいのかこれが分かっていてこれをちゃんと腹に収めた上で求人活動をやるのがあるべき人材ポートフォリオを運用する人事のあり方だということになるわけですこうした物事を本来どうあるべきということを考えずに小手先のテクニックで運用しようとすれば人事の皆さんはもう現場からもあるいは求職者からも あの部分非常に残念なんだよなと、そういうふうに見られてしまいがちになってしまいます。そうならないためにも、本来、求職活動、求人活動というのは、どういうものであるのか、その原点に立ち返って、人事としての採用の形、見直していただけたらなと思います。最後に CM です。お時間ある方、ちょっとだけお付き合いいただけたら幸いです。 優しいビジネススクールはですね、法人さんのこの人材育成ですとか、まさにこの人事システムの構築ですとか、そうしたところでもお力添えをさせていただいております。こうした人事分野の学びですとか、はたまたですね、自社の従業員の育成に使いたい、皆さんそういうニーズがありましたならば、ぜひやさびの法人会員としての利用ということをご検討いただけたらというふうに思います。 今なら3ヶ月無料、その中で私自身がですね、出張っていて2回ぐらい講義講演をするなんていうものがついておりますので、そう、こういうものって試してみないとわかりませんよねというところで、私たちはこのオンライン型のビジネス教育機関としまして、結果にちゃんとコミットするということを大切に思っています。 どうしてもこう、e ラーニングってえ、従業員の人がやってんのかやってなのかわからない、効果が上がってんのか上がってんのかわからないというところにお金を投じるような形になってしまう。これが問題だろうというふうに考えておりますので、優しいビジネススクールは私をはじめ、スタッフの皆で、ちゃんと手間暇をかけて、おせっかいを焼いていくようにして、皆さんがちゃんとこの学びを習慣化する、そこに貢献していくということを大切にしています。 まずは使ってみていただいてからかなというふうに思いますので、あまり難しく考えずに、ぜひこの3ヶ月トライアル概要欄から法人様のお申し込みページにジャンプできますので、一度ご検討いただけましたら嬉しく存じます。